え通れないこの建物。あっい。で,でしょ？避難して？ヒューマナマグニチュード6.9。これ何回とろ出るかもしれません。ちょっと準備しましょう。津波注意報発令。昨日九州や四国地方を襲った最大震度6弱の地震。 地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されていますそして南海トラフ地震臨時情報、えー、巨大地震注意をえと発表しております昨日気象庁は南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意を発表この情報は南海トラフ地震の想定震源域で マグニチュード六点八以上の地震や、通常とは異なる地殻変動が観測された場合に発表されます。南海トラフは駿河湾から今回震源となった日向灘にかけて、プレートの境界に沿って伸びる海底の窪地のことで、昨日の地震の震源となった宮崎県沖の日向灘も想定震源域に含まれていました。 およそ100年から150年の間隔で大規模な地震を引き起こしている南海トラフ。前回の大規模な地震からすでにおよそ80年が経過しています。2019年の運用開始以降、巨大地震注意が発表されるのは初めてです。1週間以内にマグニチュード8クラスの巨大地震が発生する確率は、 通常およそ0.1%ですが、現在は程度にいつ地震が起きても不思議はない状態のところで、さらに高くなったということがあるので、地震学的には数倍高くなったということは、今回発表された南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意。 今後1週間ほど、特にここ2、3日は、最大震度6弱程度の地震に注意が呼びかけられていますが、初の臨時情報が出される中、私たちはどう対応すべきなのでしょうか。可能性がその非常に高いとか、必ず1週間以内に来るとか、そういう確認の情報ではありません。通常通りの生活を送りながら、まあ、改めて地震の確認をしていただくということをお願いしたいと思います。 ちょうどおお盆休みのお出かけシーズン今後1週間、旅行などは控えるべきなのでしょうか行く場所場所によって、その危険性っていうのは変わってくると思いますので、まあ、私自身はです、ねあの、今回もその、まあ、注意情報が出てるからといって、過度に反応してです、ね、その何か予定を、まあ、大きく変更するとか、そういう必要はないんじゃないかなというふうに考えています。